これとこれとこれとこれは話したいな、 100% 失敗するんですよ。雄大石井さん、武井さん、就任おめでとうございます。ありがとうございます。心より応援しています。急に大勢の人で話をするシーンが訪れた際、私は緊張から内容もまとまりもない話をしてしまいます。緊張なく話をするためにどういうトレーニングをすればいいでしょうか。まあ、おしゃべりをするっていうのは、普段あんまり考えていないことを綺麗にうまく話そうとして、これとこれとこれとこれは話したいなって思ってたら 100% 失敗するんですよ。そうですね、みたいなことになっちゃうんで、僕らでもそうなっちゃうんですよ。台本渡されて、普段思ってもいないような内容のことを、あ、これは重要だからちょっと頭を置いとかないとなとか、それを順序立てて話そうとすると、あれなんですよ、頭から出てこなかったりとかすることがすごくあるんですよ。だから僕らが人前でお話をしたりとか何か話さなきゃいけない時のために、僕がやってることは本当にその話す内容の業界のこと、そして課題、そしてわかんないですけど、話したい自分からのメッセージ、自分がどう思っているか、そしてその意見が本当にその業界にいる人たちだったりとか、その何かに向けてプラスになることだったりとか、そういうものであるかどうかっていうのをしっかり把握して、何度も何度もそれを人に話したり、自分で一人で話したり、誰かと共有して会話をしたりして、自分自身がどう思っているのか、そしてその話をしたら相手がどんな反応をしてくるのか、そしてその反応をさらに自分の知識や経験で上回って、あ、なるほどねって思わせることができるのかっていう、その繰り返し繰り返しで話っていうのは煮詰まっていくんですよ。どん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 こう醸成されていくんですよ。それで、あのワードがあれば、あのくだりがあれば、この話があれば、多くの人が、あ、確かにそうだと、間違いないねと、それってこういうことだよね、確かにそうだねって言ってもらえるものになっていれば、どんなに大人数の前でも変わらず緊張して話すことができるので、ただ本当に準備してなくて急に大勢の人の前で話をしなきゃいけないんだったら、多分失敗すると思います。だからうまく話そうっていうふうに思わないことですね。本当に思ってることを全部心の底から話そうと思うことしかできないので、上手にプロのように話すことは多分今の段階では不可能だと思うんで、もう腹くくってうまく話せねえんだから、いや、ちょっと今日うまく話せませんけども、思ってることを3つ伝えますとかが 1,2,3 個ぐらいに分けて、シンプルに3つぐらいに分けて要点を伝えていくとか、そういったことをするんじゃないでしょうか。君カエル君が苦しいと思ってる社会とは全く違う場所がいっぱいあるので、一回そういう世界を見てからでも死ぬのは遅くないと思うけどね。